はい、どうも。キープオンリーワンラブ FK です。こんばんはの時間ですね。はい。現在時刻は23時39分ということで、ちょっと雑談の方をやっていきたいと思います。はい。明日はツーリングです。三重の、鈴鹿スカイラインに行ってきます。明日6台ってことですね。うちのサークルの月1ツーリングとしてはちょっと少ない方なのかなという印象はあります。はい、本当にバイクにはちょっとそろそろしんどい季節になってきましたね。はい、そろそろオフシーズンなんで、このツーリングが終わったら、一時バイクは、お休みっていう形にして、なんていうんですか、ちょっと遊ぶというか、なんというか、遊ぶっていうわけじゃないですけど、そのバイクのカスタムや整備に当てていきたい、かなというのはあります。今具体的に考えているのはエンジンガードと、ヘッドライトのバルブを黄色にしようかなというふうに考えてはいます。はい。あとはそうですね、大型二輪の免許取りたいですね、やっぱり。どうしてもその大型で乗りたいバイクが1台どころじゃないですけど、何台かあるんで、はい、大型二輪はいずれ取得したいかなっていうのはありますね。いずれというか今頑張ってお金貯めてるんですけどね、なかなかたまらないですけど。ではちょっと一本吸ってみます。私がその大型で乗りたいバイク、どうしても乗りたいバイクっていうのがですね、GPZ900R 忍者というバイクです。川崎が出していた、水冷4気筒の、900cc のバイクです。かつて世界最速と呼ばれた1台で、1980年代だったかな、84年に、発売され、2003年まで、生産され続けていた、超ロングセラーです。川崎の 900cc っていう排気量は、ある意味伝統であり伝説である排気量なので、そんなバイクが、Z1 に続いて、世界最速の座をかっさらっていったっていうバイクですね。今結構安く転がってますけどね、 GPZ。 なんで私が、GPZ に乗りたいかな、乗りたいって思ったかっていうとですね、やっぱりトップガンの影響は大きいですね。そしてやっぱり、私が川崎乗りであるということでしょうか。これ私の主観なんですけど、川崎乗りは Z1、Z2 もしくは GPZ に憧れる傾向があると思うので、私の主観です、あくまで。すいません、私の主観です。ちなみに私はどっちが好きかと言われたらどっちも好きです。ただですね、私の周りはですね、大型取ったらみんな、リッターバイクだ、スーパースポーツだって言うんですよね。どうしてもCBR の 1000WR とか CBR の 600WR とか、忍者 ZX10R とか、忍者 ZX6R とか、GSXR だとか、そういうのに乗りたいって言うんですよね。大体は。正直な話すると、私だけです。GPZ かっこいいって言ってるの。悲しい。誰も GPZ とか Z1、Z2 の良さを分かってもらえないっていうのは、ちょっと悲しいですね。よく趣味がおっさんくさいって言われるんですけどね。そんなこと言ってるせいで。本当は大型取ったら一番最初は7班に乗りたいとか思ったんですけどもね。はい。GPZ7班R とか、CB7班、それか CB7班F ですね。はい。バリバリ伝説のコマ君が乗ってた CB7班F、FB 型もいいかななんて思ってるんですけど、やっぱり私は川崎乗りなんで、はい。GPZ。で、やっぱり GPZ といえば900と
いうことでですね、900忍者に乗りたいというふうに思ってます。やっぱりスタイリングですよね。一番か、あの、GPZ に惚れた理由っていうのは。あとは、かつて世界最速だったということです。はい。今の世界最速に乗っても面白くないと思うんで、乗ったことないですけどもね。はい。あの、世界最速の猛禽類に、乗ったことはないですけど、またがったことはあるんですけど、乗ったことはないんですよ、実は。まあ、大型免許持ってないっていう時点で、まあ、乗ったことないっていうのは普通なんですけども、まあ、どこでまたがったかっていうとですね、昨年の鈴鹿8時間耐久ロードレース、通称8体の、時にですね、鈴木のブースにて、実車が置いてあってまたがることができたので、またがってきました。土踏まずまではかろうじて着きます。はい。足ツンツンです、あれ。一応コンセプトはツアラー、コンセプトっていうかカテゴリー的にはツアラーなんで足つきそんなに悪くないはずなんですけどね。はい。さすがにちょっと R1 とか R6 に比べたら足つきはいいんですけども、それでも足がツンツンと。非常に、あの、みすぼらしい感じになってしまいました。悲しいことに。はい。まあ、その時実はいろんなバイクもまたがってきたんですけども。鈴木は他にですね、猛禽類と、GSXR1000、V ストローム650にまたがってきました。V ストローム、足ブランブランです。悲しいチビの宿命ですね。はい。でも私より小さい先輩が、KTM の 990SMT っていう、あの、まあ、なんていうんですかね、アドベンチャーツアラーっていうカテゴリーで合ってるんですかね。に乗ってるので、私も頑張ったら乗れるかもしれないですけれども、非常に悲しいですね。足ツン、ツンツンどころか、ブランブランです。はい。ヤマハは YZF シリーズは全部またがってきましたね。R1、R6、R15、R125 にまたがってきました。R25 は、当時、まだコンセプトモデルしか出ていなくて、まあ、発売は決まっていたんですけども、実車は確かに置いてありましたが、またがれなかったです。YZF シリーズ全体的に足つきが悪いとは評判なんですけどもね。そして、ホンダ。あ、そろそろ消します。CB400 スーパーフォア、CB1300 スーパーボルドール、VTR、CB250F、NM4 にまたがってきました。やはりですね、CB シリーズすごい足つきがいいです。ホンダのブースにいたホンダの社員さんと、まあ、その CB についてお話しする機会があったんですけども、当時私 CB 乗ったことなかったんですけども、教習でお世話になったぐらいですかね。あの、市販仕様の CB に乗ったことはなかったんですけれども、CB はどこに手を入れていいのかもうわからないって言ってました。ホンダの社員さん。っていうぐらい完成度が高くていいバイクだと私は思います。まあ、あの、試乗会とかで乗る機会があったんですけども、そこまで重く感じなかったですね。ハンドルちょっと遠いかなっていうのはあったんですけども、あの、初心者からベテランまで非常に乗りやすいバイクではないかなと思います。私も初心者に毛が生えたようなもんですけども、そんな奴が偉そうなことを言ってちょっと申し訳ないですけども、非常にいいバイクだと思います。ただ VTEC の加速を味わえなかったっていうのはちょっとあれですね、残念ですね。試乗車でちょっと VTEC 入れるのもどうかと思いますけどね。ついでにですね、VTR も、試乗する機会がありました。ですね、2気筒なんですけども、V 型なんで車体自体は非常に細くてですね、足つきは非常にいいバイクで、非常に軽いんでひらひら回りましたね。調子乗ってステップするそうになってちょっと慌てましたけどね。試乗車でステップするなよって話ですけども。ステップするぐらい倒すなよって話ですけども。はい。あとはあの時また上がった車種で乗ったことあるな。特にないかな。まあ、川崎、私川崎島なんですけども、川崎のブースはまたがれる車種がなかったですね。はい。串谷のコーヒーブレイクミーティングやってました。川崎のブースで。で、あの、ちゃっかりですね、川崎のアンダー29ファンミーティングにですね、参加してきました。去年。私ちょっと鈴鹿の8体行けなかったんで残念だったんですけど、川崎に乗ってたんでちゃっかり参加してきました。29歳以下なんでまだ20代なんで、はい、恒例のですねじゃんけん大会でですね、あと1回勝てば川崎のそのレース中のあのなんだっけチームグリーンの、そうですね、チームグリーンの、レース中のピットに入れる権利をもらえたんですけども、
あと一人のとこで負けちゃったんですよ、私。そういう、なんていうんですか、ここ一番の場面に弱いっていうのはちょっとどうにかしたいですよね。はい。本当に GPZ 非常にかっこいいですね。完走重量134キロと非常に重たいバイクですけれども。はい。現行車種に比べれば確かに重いです。私ですね、あと、またがったことがある大型はですね、ZRX1200 ダイグ、刀7班っていうのもあるんで、またがったことがあるんですけども、ちなみにダイグに関してはですね、敷地内で行われる試乗会でちゃっかり試乗までしてきたんですけどもね、なんて言うんですか、その数値ほどの重さを感じなかったですね。最近のバイクすげーと思いました、ほんと。機会があれば乗りたいバイクではありますね。はい。もうもし、キャブレターいじれる整備士さんがいなくなったってなったら、ZRX1200 ダイグを選択します、もう。そこは、はい。それか、B キングですかね。フューエルインジェクションしか選択肢がなくなったら。ダイグか、B キング。のどっちかを選択すると思います。あー、でもなー。GSX1400 も捨てがたいな、大型ネイキッドってなると。GSX1400 っていう、まあ、スズキのバイクがあるんですけども、川崎となのにスズキかよ、お前っていうツッコミは受け付けません。まあ、B キングもスズキですけども、はい。お前、川崎と補佐っていう風に名乗っといて、スズキはねえだろうっていうのは、はい、受け付けません。何落としたんだっけ？まあ、いいや。B キング、もう、まあ、いいかなとは思いますね。はい。かっこいいんですよね。あのスタイル好きです。ストリートファイターあんまり好きじゃないんですけど、あのスタイリングは好きですね。てか乗ってる人が少ないっていうのは大きいです、やっぱり。はい。私変人なので、いろんな人が乗ってる車種よりも乗ってる人が少ない車種に乗りたいんですけども、今乗ってるバイクもかなりの人気車種なんで、乗ってる人は結構多いです。まあ、GPZ も確かに人気車種ではありますね。はい。まあ、不人気車種で乗りたいと思うのは、そうですね。川崎だと、ZX9ER、3代目の900ですね。伝説になれなかった不発の、900cc、ZX9ER、通称、夢玉か、ZR7 ですね。確か空冷4気筒だったかな。で、ネイキッドです。確か 739cc だったかな。まあ、7半クラスっていうのがやっぱり大きいですかね。ZR7 乗ってる人も少ないですし、不人気車種ですけどね。はい。どうもその辺の不人気車種に惹かれるんですよね。でも GPZ は好きです。はい。人気車種ですけど。なんかグダグダになってきたな。私が愛した不人気車種っていうことで。不人気車種っていうのはまあ非常に多いですけれどもね、いろいろと。不人気なのに、今更人気が出てきたバイクっていうのもいろいろあるんですけど、例えばホンダのゼルビス。今でこそクォーターツアーラーとして、非常に人気が高いんですけども、発売された当時はですね、V ツインのくせにもっさいって言われてたみたいですね、あれ。確かにツーリング用にちょっと、他の VT シリーズ、スパーだとか、VTZ に比べたら、結構マイルドに作られてはいたみたいです。不人気車種、不人気車種、あとは、VFR400Z っていうのもありますね。昔教習車だったバイクなんですけども、V 型4気筒。まあ、VFR って名前がさす、あの、示す通り、V 型の4気筒なんですけども、まあ、残雑と並ぶストリートファイターの走りと言われていたバイクです。が、やっぱり人気は出なかったですね、400Z も。はい。そしてザンダス。川崎が、フォーサイクル版マッハという、コンセプトを掲げて、狂ったコンセプトを掲げて、出したバイクです。ZX、なんちゃ、ZXR400 のエンジンを、まあ、加速寄りにチューニングし直して、乗せたバイクでですね、台形型のヘッドライト、右側2本出しのマフラー、っていう、まあ、特徴的なバイクです。
水冷4気筒で53馬力を叩き出すとか叩き出さないとか、ですね、二昔前の7班クラスと同等の加速をするらしいです。あの、ザンダス自体が二昔前のバイクなんですけどね。ただ、やっぱり、当時人気だったのはゼファーとか CB、ペケ JR みたいな、オーソドックスなネイキッドだったということもありまして、まあ、ストリートファイターの走りと言われたバイクはですね、ちょっと先を行き過ぎたという感じで、3年持たなかったのかな。で、生産が終わってしまいます。まあ、悲劇の、水冷4気筒車ですね。ちなみに排気量は 400cc です。そして、400cc クラスのネイキッドで、ザンダスと並んで最速と言われていたのが、ホンダの CB1 ですね。はい。まあ、これもニュースタイルネイキッドですね。でですね、セパハンを採用していたんですけれども、CBR400WR のエンジンを、確か排気ヤード化して乗っけたんですかね。で、57馬力を叩き出す、ハイパワーぶりがあったんですけども、タンク容量が11リッターしかなくてですね、ツーリングに全く向かないと、ハイギアード化で回さないと走らない上に走らないといけなくて、燃費が非常に悪いバイクです。バイクだったらしいです。はい。未だにですね、水冷 4気筒 400cc っていうのは、今、どんどんその、値段が、中国相場が上がってきているカテゴリーの中で、全くと言ってもいいほどプレミアがついてないと言われています。そもそも弾数がそんなに多くないですね。あれもそんなに長い期間生産されてないので、2年足らずだったかな。で、その CB1 の反省点を踏まえてですね、作られたバイクが、未だに、生き残っております。それが CB400 スーパーフォアですね。初期型の CB400 スーパーフォアっていうバイクは、カムギアトレインを外してローギアド化でしたかね。で、馬力も、メーカーの自主規制に合わせて53馬力まで落としてるんですけれども、ゼファーから3年遅れて出てですね、あっという間にゼファーからトップセールスの座を奪ってしまった、バイクになってしまいました。 CB400 スーパーフォア、そして99年式の NC39 からですね、ハイパー VTEC が入りました。そこからまあいろいろと改良が加えられていった結果、もう手を入れるところがないバイク、完成したバイクになってしまいました。ちなみに CB400 スーパーフォアはですね、2000年代後半ぐらいまで、日本専用モデルだったらしいんですけども、今ではオーストラリアの方に輸出されていて、向こうでも高い評価を得ているというふうに、聞いています。あとそうですね、不人気車、これ私の先輩も乗ってたんですけども、グース350、スーパーシングルスポーツの名は伊達ではないというふうに思います。ひらひら曲がるんですよね、あれ。私もちょっと借りて乗ったんですけどもね、あの車体が細くて、で単気筒なんでものすごく軽いです。はい。でトルクは非常に太いですね。 350cc 単気筒なんでトルクは非常に太いんですけども、いかんせんちょっとパワーがないかなというのはあります。トルク型のバイクだと思いますね、あれは。ただ軽いんでひらひら曲がります、本当に。ちょっとステップに荷重かけただけでパタって寝るバイクでした。まあ、ちょっとしか乗ってないんで偉そうなこと言えないですけども、非常に楽しいバイクだと思います、グースも。ちなみに揺れです。鈴木お得意の揺れです。あとはそうですね、不人気車、まあいろいろ不人気車はありますね。世に出て消えていった不人気車たち。GSX400X インパルス。通称東京タワー。もしくは X インパルスと呼ばれるバイクですね。画像検索してみたらわかります。なんじゃこれはってなると思います。あの、なぜ東京タワーって呼ばれているかっていうとですね、フレームが東京タワーの形してるからです。はい。刀と同じ、ハンス・ムート氏がデザインした、バイクなんですけれども、ムート氏曰くですね、六本木の若者のライフスタイルをイメージしてデザインしましたとのことですが、我々の予想の斜め上を行ってしまったバイクです。はい。もちろん売れませんでした。しかも出た当時カリカリのレプリカブームだったので。でも空冷4気筒でですね、 400cc 59馬力を叩き出すエンジンは非常に優秀だったと言われています。あんな外見なんで誰も買わなかったみたいですけどね。そしてさらに希少な
GSX400XS インパルスっていうハーフカールモデルが存在してですね、スズキの車内デザインになってるんですけど、やっぱり変なバイク感は否めないというふうに言われています。ちなみに余談なんですけども、私両方とも見たことあります。見た瞬間言葉が出ませんでしたまさに絶句です。文字通りの絶句です。バイクを買ってすぐの頃ですね、大学に行って、まあなんていうんですか、まあ、大学にバイクを置いて近くのコンビニに行こうかなと思ってコンビニに向かってる最中でした。あれ違う、コンビニから出てきた直後ですね。コンビニにタバコと飲み物買いに行って出てきた直後でした。あー、クーレン4気筒の音がするなー、なんだろう、ゼファーかな、でもゼファーはもっとガシャガシャ言うしなーとか思って振ってみたら、やつが XS、最初は X インパルスですね、東京タワーですね、そっちがシューン、嘘、こんなんですよ、リアクションが。もうどう反応していいのかわからなかったですね。まだ走ってるんだと思いましたね。もう旧車の部類に入るバイクなんですけども、色は赤黒でした。はい、一瞬 VTR かなと思ったんですけども、 VTR と明らかに音が違ったんですよね。 V2 の音じゃなかったんですよね。シューン、あーマジかよ、あんな走ってんだなーなんて思いながら、まあ、大学に戻ったんですけども、またその数日後ですね、やっぱりタバコ買いに、タバコと飲み物と、まあ、お昼ご飯を買いにですね、大学近くのコンビニに行ったんですよ。そしたらコンビニから出てきてタバコの封を切って、まあ歩きタバコするのはちょっとあれなんで仕方ないから大学の喫煙所でも行こうかななんて思って、まあ飲み物を開けてこう飲みながら歩いてたんですよね。そしたらまたクーレー4気筒の音がするんですよ。やっぱりガシャガシャ言ってないんですよね。デファーではないしなー、ペケジェかなーなんて思ってふーって見たら、やつだったんですよ。 X インパルスだったんですよ。あれはもうファーン、マジっていう反応しかできなかったですね。いろんなマイナー車とか旧車とかいろいろ見てきたんですけども、一番言葉を失ったバイクがあれですね、 X インパルス、東京タワーと XS インパルスでした。どう反応していいのかわからないバイクナンバーワンですね、あれは。まあ、いろんな旧車も確かに見てきました。Z400GP とか、Z1100GP とか、あとは Z7GP とか、Z400FX、CBX400F、CBR400F、NS400、しかもカウルレスバージョン、NS400R、NSR、ガンガン走ってますね。FZR に ZXR、まあ、レーサーレプリカ系ですよね。いろんなバイクを見てきた中でただ一度しか見たことないバイクっていうのは、マッハと X インパルス、XS インパルスぐらいなもんです。はい、あ、ちなみにここだけの話なんですけど、 KR250 は2度どころじゃないです、何回も見てますね。タンデムツインのツーストの川崎のレプリカなんですけども、なんでそんなのを何度も、そんなドマイナーかつ不人気車を何度も見たことがあるかっていうとですね、知り合いが乗ってるからです、単純に。はい、びっくりです。動くことにびっくりしました。まず適当にその辺に置いてるだけだと思ってたんで、動くことにびっくりしました。で、それではもう一本吸って終わりにしますね。そうですね、GPZ900R は非常に乗りたいバイクの一台です。まあ今考えてるのはそうですね、しばらく今のバイクに乗って、今のバイクを手放さずに GPZ を増車して、今のバイクを足として使ってツーリングは GPZ っていう感じになるのかなって感じですけども、で、まあ年を取ったら、もしくは GPZ が潰れたら、まあ、ZRX の 1200R とかですかね。か CB7 に乗って、まあ、年を取ったら、あれですね、もう、大型じゃなくて、オフロード欲しいですね。はい。セローとか、
セローいいバイクでしたね、あれも。セロー225、台車で乗ったことあるんですけども。セローとか、まあ、川崎となんで、KLX とか D トラッカーですかね。D トラッカーは、まあ、どっちかというとモータードですけども。ちなみに私が乗ったセロー225は、セルとキック両方ついてるんで、多分3型だと思います。非常に楽しかったですね。軽くて取り回ししやすくて、ひらひら曲がってくれて、非常に楽しかったです。はい。ちょっと遊びすぎましたけどもね、晴れで。あと台車で乗ったのはインパルスとヒョウスンでしょうか。インパルス、非常に楽しいバイクでした、あれも。速いですね、インパルス。かといってピーキーでもなく非常に乗りやすいバイクで、フューエルインジェクション化して販売続けてたら売れてたんじゃないかなっていうバイクですね、インパルス。どうしても今で言うと CB とか ZEFR とか ZRX の影に隠れがちですけども、いいバイクです、あれも。見た目はあんな、なんていうんですかね、オールドルックなんですけども、エンジン自体はレーサーレプリカ由来なんで非常に速いです、あれ。ただ重いのと燃費が悪いっていうのはちょっと欠点かなと思います。まあ4気筒なんで仕方ないですけどもね。そしてもう1台、ヒョースンの GT250 ストリートファイターの方です。回してもパワーが出ない高速、高回転域スカスカのエンジンに、全く効かないブレーキ、走ったら空中分解しそうなフレーム、非常に怖かった思い出しかないです。はい。私台車でですね、結構峠繰り出したりするんですけども、あれでだけは峠に行きたくなかったっていうバイクです。怖い、いろいろ。私がバイクを買った某赤いバイク屋はですね、ヒョースンを全面的に推してるらしいので、台車でヒョースン置いてあるんですけども、もう二度と乗りたくないバイクナンバーワンでしたね、ヒョースン。はい。ちなみにですね、私、現行車種乗ったことが、まあ、試乗会でぐらいしかないですね。はい。まあ、所有してるのは今のやつだけなんですけども、非常に今のも乗りやすいバイクですね。重たいですけど。まあ、バイクはやっぱり楽しいですね。はい。まあ、いろんなカテゴリーに乗りたいなんて言ってた時期はありますけどもね。乗りたいって言ったことのないカテゴリーは、スーパースポーツと、クラシックぐらいですかね。あ、でもクラシック一時期欲しかったですけどね、SR。年取ったら乗りたいバイクの一つ、っていうふうには思ってた時期はあります。口に出したことはないですけども。今は年取ったらオフロードを乗りたいですね。もしくは、アルプスローダーとか。その辺ですかね。アルプスローダーっていうか、アドベンチャーっていうか、そういう系統に乗りたいですね、年を取ったら。アネーロとか面白そうですけどね。川崎の。そろそろ消します。ああ、まあ、アネーロについて解説しておきます、一応。解説っていうか説明しておきます。川崎です。確かエンジンがですね、GGR2 半系統の水冷パラツインだったと思います。てか、GGR2 班と同じエンジンです、確か。GGR2 班のエンジンのすごく、なんていうんですか、川崎の伝統のエンジンなんですけども、水冷パラツイン、高回転型。GPZ250R から受け継いできたエンジンですね。GPZ250R、GPX250、GGR2 班、それで忍者と受け継がれた、まあ伝統のエンジンです。まあ、なんていうんですかね、非常に初心者向けだと思うので、これから免許取りたいという方は、ぜひ忍者を検討してみてください。ということで、今回の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。じゃあね。